緑の枠をつけてみました。 C スターの画角はドワーフ3に比べてね、4分の1どころか5分の1、さらにそれより狭い感じ。こんにちは、すみやです。今日はドワーフ3と C スターの画角の比較についてです。昨日ね、アンドロメダ銀河をドワーフ3と C スター両方で撮影してみました。もちろんね、画質の違いはいろいろあるかもしれませんが、今日はですね、画角の違いを中心に比較していきたいと思います。ドワーフ3の方が画角が広いので、ドワーフ3の後処理なしのね、オリジナルの画像を表示しています。ちょっとね、端っこの方がノイズがいっぱい出ているんですけれども、これは気にしないでください。画角の比較ですからね。はい。で、かなりね、広い画角で映ってますね。アンドロメダ銀河の盤銀河の M110 もね、しっかり画角の中に収まって、アンドロメダ銀河の淡い部分も全部ね、入っている感じですね。で、これをね、C スターで同じように撮影して、どれぐらいの画角で入ったかというのをね、比べてみたいと思います。C スターはセンサーが縦画面になるので、同じようなね、横長ではないんですけれども、これを見てもらうとね、ドワーフ3の画角と C スターの画角の違いが分かります。ちょっと強調するために緑の枠をつけてみました。 C スターの画角はドワーフ3に比べてね、4分の1どころか5分の1、さらにそれより狭い感じですよね。はい。で、C スターはね、モザイク機能がすでにベータバージョンで入ってるので、それとも比較してみました。1.6 倍のモザイク機能で撮影してもね、やはりドワーフ3の方が広い感じでしたね。はい。それから、C スターのね、モザイク画角と C スターのオリジナルの画角を比較してみました。1.6 倍にするとね、面積でいうと3倍ぐらい大きくなるんですけれども、それでもね、ドワーフ3の方が画角が広いっていうのが分かりますね。はい。で、これはね、ドワーフ3のアンドロメダ銀河を少しコントラストを上げたり、ズームをしたりして見やすくしているところです。こうするとね、周りのノイズはほとんど気にならなくなりますので、実際にね、ノイズが多いところはトリミングするといいんじゃないかなというふうに思いました。大型の星雲、大型の銀河、マルカリアンチェーンとかね、撮るときにはこの広い画角は非常に有利になりますね。獅子座三つ子銀河を撮るときとかね、そういうのも一度にドワーフ3だと撮れるんじゃないかなという感じがします。はい。北アメリカ星雲とか、ハート星雲とか、胎児星雲とかね、そういう大きめの星雲や銀河、あるいは銀河団を撮るのに非常にいいんじゃないかなというふうに思いました。 C スターでモザイク機能が正式に公表されればね、ドワーフ3と同じぐらいの画角で撮れないこともないんでしょうけれども、しかしね、モザイク機能を使うと撮影にね、2倍3倍あるいはそれ以上時間がかかりますね。短時間でモザイク機能を使わないで広い画角を取るんなら、このドワーフ3の方が有利な感じはしますね。もちろんドワーフ3にもね、将来的にモザイク機能が入るっていうふうにアナウンスされてますから、さらにこれより広い画角、いろんな撮り方ができるんではないかなというふうに思います。こと座をね、全部入れてみるとか、そういう小さい星座だったらね、ドワーフ3の将来的に入るであろうモザイク機能で全体を、星座そのものをね、映せるかもしれませんね。そういう風になってくれると嬉しいなと期待しているところです。はい。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、メンバーシップよろしくお願いします。さようなら。えいえいと。